と思って買ったカラムチョコでね。うん、それはあれですか、僕のアイスと同じような状態になってるってことですか。アイスはそうなんですか。ていうか、はい、今の時間絶対カラムチョなんか食ったら明日絶対胃もたれしたんですよ。うん、でもね、あのちょっと気持ちわかるんですよ。僕今ね、こっちにね、亀田のカレー船があるんですよ。似たようなやつだと、ジャンル。それはバリのカレーじゃないですね。あとはね、なんだろうな、これなんか。うちハッピーターンありますよ、ハッピーターン。ポップコーン、マイクポップコーン、バター醤油味。あ、マイクポップコーン。あとこれなんだ、うん、なんかいっぱいあるな。結構いろいろありますね。あ、そうだ、ローソンによるの忘れたの。あのなんかローソン平成最後のポテトチップス。あーなんかありますね。そうですね、濃いのり塩味とかいう。買わないとと思って。うん、ただの一緒だろうっていう話だね。でも濃いんでしょ。いや、パッケージがすごいです。パッケージが笑わしい。濃いの塩って、うん、ファミマにあるじゃないですか、小池屋の。あ、そうなんですか。あのファミマのあのオリジナル商品みたいな、ピケアと一緒に作って。それかなと思ったんですけど、パッケージはちょっとかっこいいしね。そう、パッケージがね、違うんですよ。うん、今日あのローソンの、あ、こうなんですか。あんまり食べない。ほう、ローソンのカード持ってるもん、なんかお試し品みたいなのが一周出るんですよ。うんうん、ポイントでもらってくるんですけど、今日あの、はい、じゃあローソンのあの唐揚げくんのリッチってのがあるから。あー、唐揚げくんリッチ、唐揚げくんね、食べたら別に唐揚げくんにしてない。普通だったんだい。普通の唐揚げ、そう、っていうか、まあ辛いから、ちょっと辛いくらい硬いからね。硬い。別にそんな、ごままら味って書いてあったんですけど、まあマーラ味でしたけど、別になんかいつものあの辛いくんのコラボレーション味あるじゃないですか。今 FM やってますけど。はいはい。それと変わらなかった。感じられなかった。どうぞ、よく。コンビニでは多分セブンイレブンの比率が高いですね。はい、あ、まあ、セブンが一番いますよ。いや、あのコーヒーの関係でね。毎日セブンですね。昼は毎日セブンです。クーさんのセブンがめちゃめちゃ近いもんね。どこか、うん、あれ行ってに行くの。ほぼ全て食べます。新発売も全部制覇してます。セブンマスターもね、毎日買ってても何食っていいか分かんないですね。ああ、そうでしょうね。うん、今の新発売っていうと、なんだ、何があったんだっけ。もう新発売っていうか、もうあれですね、リアルコクが美味しいね。うん、まあほとぼりが冷めた頃にもう一回出すみたいな感じですね。そうですね。なるほど。で、微妙にちょっとあの変えてくるんですよね。ペペロンチキの前は長いソーセージだったんですけど、今短いソーセージでベーコンチキンみたいな。はい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 、はい、あのがっぷり大盛りのやつですね。わかる。大盛りのやつです。これわかる。俺も俺だけど、結構やっぱり好みも似てるね。あれ量多いもんね。あれ大事です。はい。あれセブンで好きなのあれ、いいよね、皿うどん。ああ、サラダ、ああ、サラダありますね。サラうどんもいいですよ。サラうどんとおにぎりで。ああいうのは秋が来ないね。うん、あ、でも今日のお昼はあれですね。あのペヤングのスカルプ D 焼きそば食べました。あ、あれね、なんかね、うまくもまずくもなかったですね。いや、別に俺嫌いじゃないですよ。なんか別にだからしてわざわざ選ぶかって言われると選ばないですけど。いやね、最近髪の毛がね、あのだんだんと弱くなってきたんで。そうだね。そうでしたっけ。あんま感じなかった。その焼きそばはそういう系統のなんかあれなんですか。そう、スカルプディですからね。そう、スカルプディですか。あ、そういうやつですか。そう、リアップ的な髪にいい食材が入ってる。あ、そういうことですか。
わかめと昆布とひじきと、そう、昆布エキスとあとひじき、あ、でも普通になんかひじきの入ったわかめとひじきの入った塩焼きそばです。普通になんか栄養バランス良さそうだし、なるほど、そうそうそう、あのすごくねさっぱりしてるもんで、なんかこのヘルシーですよね。ヘルシーすぎて、なんだろう、そのうん、まずくはないですけど、なんかカップラーメンってやっぱこうカップ焼きそばってこうガッツリしたのが来るいいじゃないですか、やっぱ、なんかあっさりして食べようと思って、カップ焼きそば選ばないじゃないですか。なるほど、そういうことね、うん、結構あっさりしたものが来るもんだから、なんかこう物足りなさを感じるんですよ。まあ基準が UFO になっちゃってますからね。そう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 、あれと比較してペヤング食べたことない。ええ、ペヤング食ったことないですか。ないです、一回もないです。逆に珍しいですね、それはそれで。逆に珍しい、ペヤングは青春ですよ。一平ちゃんとかが青春でした。一平ちゃんは青春でした。いや、まあ別にいいんですよ。ペヤングはあれなんですよ。あの一平ちゃんとか UFO とは違って、お菓子なんですよ。なんつうかね、ちょっと違うんですよね。一平ちゃんとかちゃんと焼きそばじゃないですか。UFO、完全に焼きそばです。はい。ペヤングはペヤングなんですよ。ペヤングはペヤングだ。名言ですよ。ペヤングはペヤングなんです。その説明の仕方は名言ですね。そうじゃないですか。まあ、あの言いたいことはなんとなくわかるけど、そういう説明の仕方すればいいんだ。焼きそばって焼きそばなのかもしれないですけど、分類としてはね。うん、なるほど。フロストと。うん。お、破壊されちゃった。10秒後に突入。マエストロとフロストロいますね。やばい、マエストロが出なかった。大丈夫。あやくラムが使ってつとかで言いそう。フロストですね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 。大事なことだから3回ぐらい言いましたけど、すぐ忘れちゃう。に発見されました。はい、入ってます。はい。速い。カウンターリスキラー、すげえなー。素晴らしいですね。本当に肩書き通りの仕事ですね。ほらもう静かに仕事をします。だけどあれですよ、今グラズで行ってるから楽に見えるだけで。ああ、ああ、ここでグラズですか。なかなかするわするわ。さてと3回クリスさんドローン入れますね。はい、3回なんだかだ、いない、あ、いたいたいた。うわ、なんかいっぱい仕掛けてあったぞ。はい、いいですね。うん。戦いますよ。モニターの裏。はい、やったよ。バックアップなめんなよ。ゼロの方です。戦いますよ。はいが。お針がいますよ、お針が。あ、ちょっと待った。針があるの。ありますよ。俺、適当に中せています。え、後ろかよ。リロードする。赤から出てきた。パルス。はい。あ、赤と上。うん。赤と上。あっと、ごめん。そこら辺になんかいる。そこら辺。よいしょ。ない。じゃあ俺はディフューザーを取りました。では始めます、この掃除。あ、壊した。え、パルスか、下から突き上げ、ごめん、やられたわ、吹き飛ばされた。突き上げ、はい。あー、きっちり仕事してやんの。ありがとう。何もしてない。今のはですね、びっくり反応なんです。あー、ごめんなさい。おー、中にいたんすね。すごい、かなりびっくり反応なんです。ごめんなさい、中にいたんだ。いやいや、全然全然申し訳ない、全然見なかった。いや大丈夫ですよ、味方をやるぐらいの気持ちでやらないと当たらないですからね。本当にやる人も時々いますけどね。そうですね、はい、なんかでもっとやったことがない、ちょっと時間かかっちゃった。そうね、
そうね。リスキル大好きっ子たちだったな。ですね。思い切り開けて見てましたから、ね、まあ、すごい勇気ですね。こいつ大好きなと思った。すごいな。逆にすごいな。救助でもするか。妖怪に任せればいい。ついてない。どうかない。上って閉めましたっけ？ごめんなさい、閉めてない。閉めます。サーバー閉めます。あ、サーバー、はい、閉まってる。多分野良さん閉めてくれてるみたいです。はい、一個余ってるよ。あ、僕スタート余りました。片方だけここ閉めさせて。あ、いや建設、いや、シモ分けですね。よかった、建設です。シモ分け、嘘でしょ、なんで開かなかった。こうマジか、開かなかったよ。もう最悪や。はい、びっくりした。いた、もう来てる、来てきた。下来てる。うん、下から、ここ下から、びっくりした。お互いにバカびっくりだよ。上は今のところ真上は静かなのかな。上、真上静か。バカびっくりした。だから上入ってないですか。うん、え、入ってる。いや、なんかそんなことはない。ショートする気がする。まずエコードローンで見ますよ。これはカメラ持ってるだけですよ。少なくとも作戦指令室の方は、管制室の方は、あのね、なんかベランダにいる。うん、あれ一個エコードローンが消えた。壊れたか。耐えた。ナイスー、カット。ナイス。無理せずに行っちゃって。なんかクレーム置いたかな。ドローン入りますね。 0.5 から、はい、外出た。この時間になってくるとあれだね。自分の本体がやばいか。あっと来てるわ。3階。高い？どこ？敵部隊が爆弾を発見。どうすべき？あのテルミポイントのところから階段側の方に入ってきた。あ、了解。もういる。あっ、こっちか。いや、すいません。あ、まだから見てた。すいません。いたか、ベランダに。ちょ、あ、ちょうど移動してきたのか。くそ。かぶっちまった。入った、3階。3階入ってます。今、エコドローン当てました。あ、やばい。あーっと。ごめん。撃墜された。しょうがないで。一定時間。あー、完全に壊されたか。ごめん。うん、いるいるいる。降りてこようとしてるよ。ウーさん、そこ行きますよ。あ、了解です。僕ここロックしてます。割れんの、まだ敵は。もう割れないでしょ。割れるかな。サッチャーと何が残ってんの。え、おっと、あ、入ってる。はい、ビボの入ってる。うん、A に入った。アッシュ A、キッチンから入ったのか。残り10秒。アッシュ、ほぼ。
階段いる。ナイス。あぶねえ、あぶねえよ。いや、俺誰にやられたんだろうって一瞬わかんなかった。あ、キッチンの窓から入ったんだ。ですね。割れそうっけ。銃声してました。うん、ちょうどうまい具合に聞こえなかった。教えてもらわなかったら持ってかれてたわ。ガンドガンやっちゃうとさすがにやっぱり。そうしよう。何でよしよっかな。そうだな。最近みんな使わないこいつですか。トマトも自分が使うと強くねえけど他人使うといいやつなんだよな。そのね、特殊なあのガジェットはなかなか便利なんだけど、ね、使いこなせないね。そうです。本当に。怖いっすよ。そう、だからちょ怖いですよ。敵からだとめちゃめちゃ嫌なんです。使われたらめっちゃ嫌なんだけど、自分は使えないっていう。パルスですね。あ、相手で嫌だけど自分が使うことはできない。そうですね。多分完成セキュリティですかね。はい、お願いします。なんか動いて、動きが悪い。簡単いる、うん。ラグですね、そうは。ラグいい、怖い、ラグいい、怖い、撃たれた。10秒後に突入。突入5秒前。ディフューザーを確保した。爆弾の地点に移動して解除しろ。海図からどこされた。はいよ。ああ、さすが。もう仕事が早いわ。対リスキルに対しては鬼だね。すごい。ここ空いたんで気をつけて。はいはいはい。さて、エアジャブ気にしますよ。エアジャブ置くよ。置いちゃうよ。うん、GU が2つ壊れた。うん、まだ変えずいる。さっきまた出てくるよ。やばいね、来てる。ここ来てるよ。ん？どこ？あ、エアジャブ置いてあるけど、あ、そっちが。わーっと来てたでしょ？ナイス。ドローンが壊れてたね、俺の。素晴らしい。中入れといたらね。このようにドローンは発信機として使える。なおか。爆弾が見つかった。眩しい。え、ちょっと待って。あ、そう。え、あら。しかも落ちた。あ、まずい。ごめん、抜かれるわ。エゴック持ちやろ、どうせ。あー、エコーや。ごめん。エコー多分サーバーの方ですかね。あ。エコーですね。あー、出てきたいどこ？ここ？またどこから。エコードローンがね、ディフューザー近くに1個来てるかも。1個ありますね。ナイス、効果的。素晴らしくいやらしい。こうお手本のようなエアジャブですね。しかも後ろから詰めていく
素晴らしい。いや初めてヤジを有効に活使えた。うん、めっちゃいい感じに使えてますあれやられたらとびっくりしますからね。うん、わけわかんないですよね。いつもクラブなんだけどよかったよ。いいですね。よかった。ありがとうございます。よかったです。